世界のベストセラーザ・バイブルを皆様にプレゼントしています。お疲れの皆様にお届けしたい神の愛がここにある。すべてに感謝しよう我が主に、賛美と喜び持って、お疲れの皆様こんにちは。改めましてゴスペルシンガーであり牧師の菅野直樹と申します。本日ストリートライブとまた街頭演説、この場所で行う、その一つの目的は皆さんにイエス・キリストの愛を知っていただきたい、そしてイエス・キリストはあなたにプレゼントとして永遠の命を与えられた、だからもしあなたが今日キリストを自分の救い主として信じるならば、信じるだけでいいっていうのは、全てもう神が与えてくれているから、だから受け取るだけでいいってことなんですよね。イエス・キリストは宗教ではない、ましてマインドコントロールとは程遠い、つまりあなたの人格を尊重し、あなたがもしキリストを受け入れたいと願うなら私のもとへ来なさい。健康な人には医者はいらない、いるのは病人である。つまりそれはですね、世界には健康な人と健康じゃない人がいるよって言ってんじゃないんですよ。病気を自覚した人だけがお医者さんのもとへ行くように、自分の罪が分かった人だけがキリストのもとに来る。今日皆さん、あなたを作られた神様から離れている、神を知らない状態を罪と言うんです。ある人はそれを聞いてね、ほっとしたって言うんですよ。なぜならば心の中に在籍感があった。イエス・キリストは私たちの神から離れたその罪を許すために2023年前この地上に来られ、十字架にかかって死なれたんです。死んで墓に葬られ、3日目によみがえった。皆さん、これが信じるだけで救われる、その意味なんですね。皆さん、あなたは愛されています。大塚の駅の前、イエスはここにおられる。大塚のあなたに声をかけられる。愛を求めていた、裏切られて人に組んで生きる喜びも忘れていた。あなたに生ける水は溢れ流れ、決して乾かない大塚のあなたに、神は命を与えられる。
大塚の皆さん、あなたは愛されています。大塚の駅の前、イエスはここにおられる。大塚のあなたに声をかけられる。裏切られて人に組んで、こんにちは。生きる喜びを忘れていた、あなたに生ける塚のあなたに、神は永遠の命を与えられる。永遠の命を与えられる。神はその一人をくださったほどにあなたを愛しています。大塚の皆さん、愛されています。皆を抱えて、あなたをたたえます。救いのために、あなたは来られた。救いの道を与えに、天より下り来られた。十字架により、命あがない、よみがえられた。救いの道を下り来られた。十字架により、命あがない、よみがえられた。大塚の皆さん、こんにちは。あなたを愛しています。でも神様はもっともっとあなたを愛しています。神からのラブレター、聖書を今日あなたにプレゼントしております。素敵なお姉さんたちにぜひ神からのラブレター受け取ってください。大塚の駅の前、イエスはここにおられる。大塚の声をかけられる。愛を求めていた、裏切られて人を憎んで、生きる喜びも忘れて、
道を